鳥はいいわねえ。空を自由に飛べて。どうした霊夢、羽が欲しいのか。羽があれば私も飛べちゃうわね。I can fly。 危ないからやめておけ。そうだな、鳥の祖先である恐竜がどうやって羽毛を獲得したのか学べば何かヒントになるんじゃないか。それはいい考えね。何か知ってるなら教えてちょうだい。それじゃあ今回は恐竜が何のために羽毛を獲得し、どのように進化させていったのか説明していこう。恐竜が羽毛を獲得した理由は諸説あるんだが、実は最近の研究で新しい説が発表されたんだ。え、そうなの？一体どんな説なのかしら？まあまあ、順を追って説明していくから。まずはそもそも羽毛がどのように進化してきたのか見ていこう。そうね、よろしくお願いするわ。さて、羽毛といえばもちろん鳥だが、初めて羽毛を獲得したのは恐竜だったな。近年羽毛恐竜という言葉をよく聞くようになったと思うが、そもそも羽毛恐竜は、特定の分類群を指す専門用語じゃない。あくまで羽毛の痕跡が、化石記録で確認されている恐竜を指す言葉なんだ。獣脚類や、竜脚類みたいな正式な分類とは違うのね。羽毛の痕跡を持つ恐竜は、現時点でも30族程度しか発見されていない。そしてそのほとんどが獣脚類なんだぜ。羽毛の化石は非常に珍しいから確認された羽毛恐竜もわずかなんだ。現世の鳥の祖先は獣脚類だって話だものね。その通りだ。古生物学者たちはかつて、1億5000万年前に生息していた最古の鳥類である始祖鳥は、恐竜からの急激で飛躍的な進化によって現れたものと考えていたんだ。時間をかけて進化したんじゃなくて突然変異的なものと考えていたのか。だが、多くの発見や研究により、羽毛やくちばしなどの鳥類にしかない特徴は、始祖鳥が登場する遥か昔から、何千万年という年月をかけて、恐竜たちの間で進化してきたことがわかったんだ。恐竜から鳥なんて見た目も全然違うし、やっぱり時間がかかるわよね。一体どのくらいの年月がかかったのかしら？鳥類の祖先である恐竜が、鳥類特有の特徴を徐々に進化させ始めたのは、約2億3000万年前に地球上に登場した直後であるとされているぜ。そこから約8000万年にわたる段階的な進化を経て、始祖鳥の出現後、鳥類が急激に多様性を見せ始めたというんだ。8000万年もかけて進化していったのか、すごい時間がかかったのね。肝心の羽毛は、具体的にはどのように進化していったんだろうな？実は、最初期の羽毛がどの段階で獲得されたかについては、はっきりとはわかっていないんだ。毛みたいな小さくて柔らかいもの、なかなか化石には残らないわよね。原始的な羽毛がどんなものだったのか、独立して複数の系統に現れたものなのか、などについては議論が分かれているが、羽毛は、鱗が特殊化したことでできたと考えられているんだぜ。え？鱗が羽毛に変わったってこと？鱗と羽毛って全然違うけど、そんなことできるの？そこについては後でまた詳しく説明するぜ。まず羽毛自体の変化についてだが、一本の毛のような、線以上の形態の毛を身につけることから羽毛の獲得は始まった。そして、太い繊維から細い繊維が分岐している形態へと、徐々に変化していったことがわかっているんだ。羽の最初の姿は毛だったのね。全然知らなかったわ。初めは飛ぶための羽毛ではなかったぜ。初期の羽毛は主に前足と尻尾に見られる。小さなものであり、風を切り空を飛ぶのに適した形態ではなかったんだな。その後、羽軸とそこから分かれた細かな突起がメッシュ状に噛み合った。いわゆる原生の鳥の羽とほぼ同じ構造の羽毛へと発達していったようだぜ。ただの毛から羽ペンみたいなザ鳥の羽に変化していったのね。そうだな。そして、最終的には原生鳥類の風切り羽や飾り羽といった、飛翔や保温とは関係がない特殊な羽にまでなっていったんだ。へえ、一言で羽と言ってもいろいろ種類があったのか。最初期の毛のような体毛は、2億800万年前から1億4600万年前のジュラ紀後期に生息していた。基盤的な翼竜であるソルデスにも見られているぜ。翼竜ってツルツルのイメージだったけど羽毛が生えていたのね。また、長い羽軸を持つ羽毛は、約1億3000万年前から9960万年前の白亜紀後期に生きていた。長板類のプシッタコサウルスやティアニュロングでも確認されているな。獣脚類とは分類的に異なる、長板類にも羽毛が見つかっているのか。2009年には、白亜紀前期に生息していた、テリジノサウルス類であるベイピアオサウルスの表皮組織が、プシッタコサウルスや翼竜の体毛とよく似ていると指摘されているぜ。ベイピアオサウルスは獣脚類だけど、翼竜や竜板類の体毛と、同じような毛を持っていたということかしら？そういうことになるだろうな。分類が違っても生えてくる羽毛は似てるってなんだか不思議ね。そこなんだが、実は羽毛化石に共通する研究が進んだ結果、多くの古生物学者は、
羽毛の発生は恐竜鳥類の系統の中で一度きりだった、という説を支持しているんだ。恐竜から鳥類の系統の中で一度きり、一体どういうことなの？これは羽毛の単系統説と言われる考え方だ。簡単に言うと、ある恐竜から羽毛が見つかったら、その子孫にあたる恐竜すべてに羽があったと考えられるってことだぜ。へえ、それだとかなりたくさんの恐竜に羽毛が生えていたことにならない？その通りだ。だから現在はたとえ羽毛が見つかっていない種類の恐竜であっても、羽毛恐竜の系統上にあるなら、羽毛があったと想定するようになったんだな。なるほどね。いろいろな恐竜に羽毛があったって言われている理由がようやくわかったわ。そして古生物学者らは、恐竜たちの羽毛はおそらく、三畳紀中期かそれ以前の長頸類や、素有類の進化の早い段階で、共通の祖先から受け継いだものだ、と主張したんだ。その時代以降で羽毛恐竜の系統上にあたる恐竜たちなら、羽毛が生えていた可能性が高いってことか。それなら恐竜の時代はモフモフワールドだったかもしれないわね。全身に羽毛が生えていたかはわからないが、その可能性はあるな。なるほどね。羽毛の進化の過程はよくわかったわ。でも、さっき話に出てきた鱗が羽毛に変化するって話が、気になって仕方ないからそっちも詳しく教えてちょうだい。全身が鱗で覆われている恐竜が、どのように羽毛を手に入れたのか、疑問に思うよな。それについては、ちょうど興味深い研究があるから紹介しよう。羽毛や毛皮や鱗などは、パッと見では全く違う体表だが、元は同じ細胞から変化したものであることがわかっているぜ。そうなの？生物の体の不思議なところね。この元となる細胞では、羽毛や鱗に変化する前に、共通の基礎構造であるプラコードというものが構築されるんだ。例えるならプラコードが粘土で、羽毛や鱗は粘土をこねて成形した、茶碗やお皿というイメージだぜ。なるほど、羽毛も鱗も同じプラコードからできてるってことね。とってもわかりやすいわ。そんなわけで、以前から主に鶏を使い、動物のプラコード細胞を操作して、鱗だった部分に羽毛を生やせるか、という実験が行われていたんだ。そうだったのか。ちなみに、どうして鶏を使ったの？そもそも鶏に鱗なんてあったかしら？確かに鶏は一見すると全身羽毛に覆われているように見えるが、ここだ、足の部分は鱗状の構造によって覆われているんだぜ。あら、本当だわ。鶏の足ってザラザラしてるけど、あれは鱗だったのか。それだけじゃなく、鳥類の足の鱗は恐竜だった時の名残だとする説や、鶏の足の鱗は楽に羽が変化したものだとする説もある。いずれにせよ、羽と鱗の両方を持つ鳥類は、羽と鱗を置き換える方法を探すには理想的な動物だと言えるんだぜ。なるほど。それで鶏が選ばれたってわけね。2023年5月に発表された研究によれば、まだ肺の状態の鶏に対し、羽と鱗の選択に関係するとされるシグナル伝達機構の機能を活性化させた。すると、生まれてきたヒナの足には、鱗ではなく羽が生えていたそうなんだ。遺伝子を調節したら鱗の部分から羽毛が生えたってこと？すごいわね。しかも、ヒナを成体になるまで育てたら、ダウン状の羽毛は抜け落ち、しっかりと大人の羽と同じく左右対称な構造へと変化したそうなんだ。これは、羽化する前のたった一度の簡単な遺伝子調節だけで、鱗を羽毛に変化させられる、ということを示しているんだぜ。つまり、何かちょっとした変異が起こっただけでも、鱗が羽毛に変化する可能性は十分にあったということね。その通り、シグナル伝達時のわずかな変異でも鱗が羽に変わる可能性がある。すなわち、鱗から羽への進化には飛躍的な変化は必要ない、という結論に達したんだな。なるほど、一見全然違う見た目だけど、難しい進化は必要なかったのね。鱗から羽毛に変化する可能性が分かったところで、続いては恐竜の羽毛の役割について、これまでの研究で明らかになっていることを紹介していくぜ。よろしく頼むわ。恐竜が羽毛を獲得した最初の目的は、保温のためだったというのが、現在主流の意見だな。特に、気温の変化を受けやすい、小さいサイズの恐竜が、羽毛を持っていたとされているんだ。変温動物は体温が下がりすぎると動けなくなっちゃうから、体温の維持は重要な問題よね。そうだな。体温を一定に保つことができれば、季節や昼夜に関わらず活発に動ける、寒いと動けなくなる他の変温性動物に対する大きなアドバンテージとなっただろうな。一方で、恐竜が栄えた中生代は、全体的に温暖な気候だったこともわかっている。そのため、保温のためだけに羽毛が発達した、というのは難しいって考えもあるぜ。確かにそれじゃあ、保温のためだけに羽毛を発達させた、ってのは、ちょっと違う感じがするわね。このことから現在は羽毛は保温だけでなく、他の多くの役割も持っていたのではないかと考えられているんだ。
他の役割って、例えばどんなこと？例えば、オビラプトル類の仲間は卵を抱いた状態の化石が発見されていて、卵を温める習性があったやつもいたと言われているな。ふーん。羽毛を使って卵を温めていたかもしれないのか。また2010年には、恐竜としては初めて羽毛が化石化した状態で見つかった。シノサウロプテリクスの羽毛部分からメラニン色素が発見され、黄色や茶色など、赤色系の色をしていたことが分かったんだ。へえ、羽毛の色が分かったなんてすごいわね。これによりシノサウロプテリクスは、首の後ろから背中、尾にかけては赤褐色ないしオレンジに近い色合いで、尾はオレンジか茶色と、白の縞模様であったとされているぜ。あら、結構派手めな色使いじゃない？その通り。このことから原生鳥類と同じく、恐竜の羽毛にも、異性に対するアピールや同種を見分けるためのディスプレイ、威嚇の役割があったかもしれないと考えられているんだぜ。なるほど。本だけじゃなくてこんな働きも持っていたのね。実は最近の研究で、これまでとは違った羽毛の役割があると発表されたんだぜ。え？一体どんな役割なの？これまでの研究では、今紹介したように自分自身や卵、子供を温めるためとか、メスへのアピールなどディスプレイ的な役割が多く挙げられていた。そんな中、2024年1月に韓国ソウル大学の研究チームが新たな説を発表したんだ。もったいぶらないで早く教えてちょうだい。一体どんな説なの？それは隠れたいものを追い出すというものだぜ。具体的には羽を大きく広げたり羽ばたかせることで、茂みに隠れた虫を驚かせておびき出し、飛び出したいものを追いかけて捕食する、という戦略に使っていたというんだ。狩りのために羽毛を使ったってこと？その通り、これは英語でフラッシュパースートフォレージングという戦略で、ジャワハッカやマネシツグミなど、一部の原生の鳥も行っている。そして実は、羽毛恐竜が初めて発明した狩りの技術かもしれないんだぜ。え？そうなの？どんな実験をしたのかも教えてちょうだい。研究チームは恐竜の羽毛にも同じような機能があったのかを確かめるため、ロボットの恐竜を使って実験を行ったんだ。モデルとしたのは約1億4400万前から9900万年前の白亜紀前期に生きていた、羽毛恐竜のカウディプテリクスだな。まるで鳥みたいな見た目の恐竜ね。カウディプテリクスは体長約1メートルで、2本の前足と尾に小さな翼があったことがわかっているんだ。そしてこれを元に開発されたロボットがこいつ、ロボプテリクスだぜ。安直、いえ、わかりやすいネーミングだわ。愛着が湧きそうな名前だろ。実験では、このロボプテリクスの前に生きたバッタを置き、羽を動かす場合と動かさない場合でバッタの反応がどう変わるかを調べたんだ。ふむふむ。バッタを選んだのには何か理由があるのかしら？バッタは現代の鳥によるフラッシュパースートフォレージングに反応して、逃げ出すことが知られている。また、カウディプテリクスと同じ時代にも生息していたことが理由のようだな。なるほど。同じ時代に生きていたならリアルな実験結果になりそうね。こうして数十匹以上のバッタを使って実験を繰り返した結果、ロボプテリクスが羽を広げた時の方が、圧倒的にバッタが逃げる確率が高いことが分かったんだ。やるわねロボプテリクス、そんなに逃げる確率が違ったの？羽を広げなかった場合、バッタが逃げ出す確率は 47% にとどまったが、羽を広げた場合では、93% のバッタが驚いて逃げ出したんだ。倍くらい確率が違うわね。さらに、ロボプテリクスの黒い羽に白い斑点模様を入れたり、前の羽だけでなく尾羽の動きを加えると、バッタの逃げ出す確率は、さらに上がったそうだぜ。この結果は、恐竜の初期の羽毛にも、フラッシュパースートフォレージングの機能があったことを示しているんだ。効果は抜群ね。93% からさらに確率が上がったら、ほぼ 100% になる勢いだわ。このように羽毛恐竜たちは狩りの中で羽毛を活用し、それが有用であったことから、進化の過程で徐々に翼を大きくしていったと考えられるぜ。その過程でもモンガのように滑空に使えるようになり、最終的には空中を飛び回る飛翔能力を獲得していったのかもしれないな。なるほどね。最初は飛ぶための羽じゃなかったけど、便利に使っていくうちに別の活用方法を見つけたのか。このように、恐竜は保温や求愛などのために羽毛を獲得したとされていたが、最新の研究では狩りのために使った、という説が発表されたんだ。恐竜の羽毛は鱗が変化してできたと考えられていて、鳥に引き継がれるまで長い時間をかけて恐竜たちの間で進化していったんだぜ。なるほど、飛べるくらいの羽を手に入れるには長い時間がかかるってことがわかったわ。これは鳥人間を目指す方が話が早そうね。それでいいのか？I can fly。